はい、どうも、岡田店長です。たまです。なんか、お話があると 聞いておりますよ。この前のそのミラクルジャグラーの4大ペカラスってあったんですけど、もう負ける気がしません。勝てると思います。なのたまちゃで、んの方が早いと。俺、ギネス申請中だからね、あの4台のスピード。すごかったですね。ということで、勝負を挑まれたんで、女子供関係なく、やっつけてやりますんで。とりあえず4台あるんで、2台2台で、早く2台光らせた方が勝ちっていう感じで、今日は。じゃあ、勝負しましょう。もうギャフンと言わせてやりますんで、早速行きましょう。これ、持って。はい。カモン。カモン。どっちがいい？どっちの2台でも。どっちでも。どっちでもいいですよ。もう、レディーファーストなんで。じゃあこっちで。ああ、いいよ。じゃあ俺こっちの2台。早く光らせたら勝ち上がんね。はい。いいよ。はい、それでは準備できました。よし、たまちゃんマンやるぞ。はい、たまちゃんマン。レディーゴー。いいよ、自分のタイミングでスピーカーって言ってください。俺はいつも通りメダルマックス入れますけど。まあ、ハンデですね、こんなものは。よし、やったぞい。ポンポコポン。すごい。いきなりロックブドウ。ブドウ。まあまあまあ、ハンデあげてもいいですよ、全然。ギネス保持者なんで、俺は。このスーパーミラクルだけに関しては。なんで勝てると思ったの？ノリで。ノリノリだな。でも残念、俺はね、これ早いんですよ、スーパーミラクルだけは。光らすの絶対負けない。まず50枚でね。もう次行っていいですか？まあ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 、ないないない、1台。ブドン。すぐ追いつきますよ。あとほとんどは50枚で光ったからね。すごい。1台だけちょっと50枚オーバーしちゃったけど。大丈夫ですよ、相性抜群。どう？あれれ。まずいな。ほら、よいしょ。デモブ。よし、じゃあ2台目光らしちゃいぞ。よし、勝つぞ。すごい、やばい。まあ、コインはちゃんとしっかりね、いっぱい入れて。よし、いくぞ。ポンポンポン。ほらほら、たまちゃん追いついちゃうよ。やばいやばい。よし、頑張れ。見てる人はブドウ。見てる人はどっち応援してるんですかね。タマちゃんなのか俺なのか。いや、店長じゃないですか。いやでもタマちゃん頑張れ、多いんだろうな。いやでも残念、勝っちゃうんですよ。えい、ブドウ。そういう余裕余裕、ブドウ。だってブドウ言ってないでしょ。言ってない。言ってる？言ってるの？やばいやばい。
バン、これ高速ブドウね。よし、もう光っちゃうよ。どう？お、言ってるね。バン。最初24、あ、もう1段目が24ゲームだからもうそろそろですね。俺もこれもやばい、全然いかない。タマちゃん苦戦してるね。苦戦、1段目早かったわよね。おりよいしょ、よしね、簡単でしょ。よし、じゃあ謝ってもらおうかな。謝れるかな、大人だし。すいませんでした。いいでしょ。まあ勝負挑むんだったらもうちょっと腕磨いてから。1台はね、17のゲームが早いって。これは勝ったって。そうね、1台勝負だったら負けたかもしれない。でも2台なんで。早い。そういうの見越してじゃなかったら、だからこんなブドウブコーなんて言ってないから。ということで、また挑戦するんであればまた来てください、はい、ということで、また次回もお楽しみに。バイバーイ。 バイバーイ。